キングコング対ゴジラは1962年8月11日に公開された日本映画で、ゴジラシリーズの第3作、キングコングの権利を所有していたアーコ社とのライセンス提携作品。日本での配給は、東宝、アメリカでは、ユニバーサルインターナショナル、総天然色、東宝スコープ、上映時間は97分、東宝創立30周年記念作品。アメリカが生んだ怪獣キャラクターの元祖、キングコングをゲストに迎え、ゴジラが7年ぶりに復活。前作、ゴジラの逆襲の続編である。風切り興行時は、明治天皇と日露大戦争に次いで、過去第2位、ゴジラシリーズ中では、歴代1位となる1120万人を動員する大ヒットを記録。1970年と1977年に、東宝チャンピオン祭りで短縮版が公開された。1955年作のゴジラの逆襲以来7年ぶり、ゴジラ映画としては初めてのカラー制作、さらにシネマスコープの類にあたる東宝スコープで上映された作品である。また、関澤信一のゴジラ映画デビュー作でもある。本作で初めてゴジラの体色や放射能火炎の青白い色が披露された。タイトルクレジットのバックの密林、キングコングがゴジラの口に木を突っ込むシーンや女性をさらって国会議事堂によじ登るシーンなど、本家、キングコングへのオマージュ的シーンが多い。公開時の宣伝スチールでは、本家のキングコングの写真がゴジラと合成されて多数使われていた。本作の元となったのは、1933年版、キングコング以降は、不遇を囲っていた特撮マンのウィリス・オブライエンによって企画されたキングコング対プロメテウスというタイトルの映画企画であり、これはフランケンシュタイン博士が秘密裏に想像していた巨大クリーチャーとキングコングが戦うというものだった。アーコに数点のスケッチを含むこの映画の企画書を提出した後、オブライエン本人も知らぬうちにいつの間にやら本作へ至ったようで、後年に本作の存在を知った彼はひどく落胆したという。本編の助監督を務めた梶田興治によると、キングコングの権利者であるアーコは東宝との契約にあたり、キングコングの名称使用料5年間分として8000万円を要求した。東宝は当時の映画3本分の制作費に匹敵するこの莫大な支払いの見返りを十分に受け、1000万人を超える風切り動員数を稼いだ。特撮キャメラマンの有川貞正は制作にあたり、とにかく久しぶりにゴジラ映画を作れるんだと、スタッフ一同とても嬉しい気持ちだったと語っており、円谷英二以下特撮スタッフはゴジラよりも新怪獣のキングコングをどのように描くかひたすら尽力したという。本作ではゴジラとキングコングの対決は曖昧な形で終わっているが、これは自国のキャラクターを敗者にすることを避けるために、日米の関係者が議論を重ねた末の結果と言われている。主要襲撃地点は、那須、東京、富士山麓、熱海。ミニチュアで作られた熱海城は、ゴジラとキングコングに破壊される。ファロ島では、本物と模型を使い分けた大凧も登場する。ゴジラを誘導するために河川にガソリンを流して火を放つシーンの撮影中、監督の本田一郎は誤って、斜面を30メートルも滑落して負傷してしまったため、このシーンと、佐原健二がジープを走らせるカットは、助監督の梶田興治が演出した。その後、本田は後半の撮影に包帯姿で参加している。進撃中のゴジラが高崎観音と対峙するシーンが撮影されているが、本編では使用されていない。予告編では、ゴジラが画面の手前に向かって咆哮する本編にない映像が使われている。キングコングの上に乗る自衛隊員のシルエットのアニメーションは P プロダクションが担当した。クレジットに記載はなく、円谷個人の発注であったとされる。常連タイアップ企業のバヤリースに加え、本作では東京製鋼がタイアップしている。藤田が試作品として披露し、キングコングの輸送にも使われる。鋼よりも強く、剣士よりしなやかな新時代の光線は、東京製鋼のワイヤーロープの宣伝でもある。その後、本作のヒットにあやかり、続、キングコング対ゴジラという続編企画が立てられたが、関澤進一によるプロットが作成されたのみで未制作に終わっている。映画のワンシーン自社提供のテレビ番組、世界脅威シリーズの視聴率不振に頭を痛めるパシフィック製薬宣伝部長のタゴは、南太平洋メラネシアに位置するソロモン諸島の一つ、ファロ島に伝わる巨大なる魔人が目覚めたという噂を聞きつけ、これを聴取率アップの決定打にしようと企む。提携先のテレビ局員、桜井と古光はたった二人の探検隊として仕立てられ、ファロ島へ行くことになる。乗り気でない桜井に対し、時を同じくして妹の文子のフィアンセ、藤田は新開発の特殊繊維のテストをするため、しばらく日本を離れるという。一方、北極海では海水の温度上昇が始まり、調査のために原潜シーホーク号が国連派遣の科学者を乗せて現地へ向かう。そこには青白く発光する氷山があったが、実はそれこそが大阪市でアンギラスとの戦いを終え、神子島で氷付けにされたまま行方不明となっていたゴジラが眠る氷海だった。間もなく復活したゴジラは原潜を沈め、亡国基地を破壊して移動する。生物学の権威、10、沢博士は、ゴジラは帰巣本能によって日本へ戻ると予測し、国内ではゴジラの話題で持ちきりになる。その影響で巨大なる魔人は話題にならず、タゴにとってゴジラは苛立ちの種でしかなかった。ファロ島に上陸した桜井と古光は島民たちの間に根強い魔人信仰があり、かつ巨大なる魔人が実在することを知る。その夜、海から現れた大凧に島は大混乱となるが、そこへ山奥から巨大なる魔人イコールキングが出現し、大凧を追い払う。キングコングは島民たちの用意した赤い資料を飲み干し、彼らが踊りと共に捧げる祈りの歌を聞くと、たちまち深い眠りについてしまった。キングコングを日本へ連れて帰ろうという桜井の発案は、日本で一大旋風を巻き起こす。ホクホク顔のタゴ部長だったが、部下の一言から次なる宣伝アイデアを思いつく。キングコングとゴジラ、どちらが強い？その頃、藤田を乗せた貨物船が北海道沖で、ゴジラの先行波によって沈没するという事件が発生し、慌てた文子はすぐさま現地へ向かう。だが、藤田は一足先に根室港で下船したため、命拾いしていた。ゴジラは松島湾から上陸して本土を南下する途上にあり、文子を乗せた急行列車も運転を中止してしまう。逃げ惑う人々の波から一人は、ぐれてしまった文子を救ったのは、事情を知って追ってきた藤田だった。自衛隊によってゴジラ対策が急がれる一方、洋上ではキングコングが眠りから覚め、本土へ向けて北上を開始する。千葉沖から上陸したキングコングは、あたかも本能に導かれるように南下するゴジラを目指して進み出す。そして、ついに中禅寺湖で初対決するが、所詮はゴジラの放射能火炎に分があり、悠々と構えるゴジラを前に対抗できない、キングコングは引き下がらざるを得なかった。しかし、自衛隊による100万ボルト作戦が、戦いの行方を想定外の方向へ導く。これにより、電流を苦手とするゴジラの首都圏侵攻は食い止めた。ものの、キングコングは、高圧線に触れたことで、ゴジラへの強力な対抗手段である、帯電体質を得ていた。東京へ侵入したキングコングは、後楽園駅付近にて、丸の内線の電車をつかみ上げて一人の女性を手にするが、それは避難の最中にまたも、藤田とはぐれてしまった、文子だった。文子に、満悦のキングコングは警戒網が張られた都内を進行し、彼女を手にしたまま国会議事堂へよじ登る。迂闊に攻撃できない、自衛隊や、駆けつけた桜井と藤田をよそに、キングコングは文子を手にしたまま悠然と休む。藤田はその姿を見て全身に怒りを表し、キングコングを罵倒する。その姿に、桜井は、ファロ島で原住民の踊りと音楽、そして赤い汁で、キングコングが眠り込んだことを思い出し、コングを眠らせる作戦を思い立つ。作戦は成功して、キングコングが再び眠りにつき、文子は無事に救出される。キングコングは、藤田の開発した特殊繊維と気球で吊るされ、富士山麓を進行中のゴジラの元へ運搬されることが決まる。両雄並び立たずとして、共倒れさせる作戦によって、再び相まみえたゴジラとキングコングは激戦を展開。ゴジラの放射能火炎とキングコングの放電が激突した末、両者は巨大。やがて沖合で南方へと去る、キングコングの姿だけが確認され、ゴジラは海中に没したまま、姿を消してしまう。人々は、未知なる自然の脅威に畏怖するのだった。1970年春と1977年春の東宝チャンピオン祭りでも再上映された。1970年の再上映時、当時の再上映では、封切り版と同じ冊子で上映しないとの上映感との取り決めからオリジナルのネガフィルムをカットして再編集版が制作された。オープニングはテーマ曲のイントロを BGM にキングコングとゴジラの対決シーンのハイライトを鳴き声入りで見せてからタイトルバックに変わるという構成だった。これを受けて1985年に発売されたビデオソフトではカットされた部分をレンタル上映用の退色した 16mm ポジフィルムの映像で補ったものがオリジナル復元版と銘打たれている。また、1986年に発売されたレーザーディスクの初版では編集作業途中のマスターが誤って製品化されてしまい回収されるという事態も起きている。全長版の復元フィルムによる劇場。同年11月24日には日本映画専門チャンネルで高画質版と銘打って放送された。ただし、いずれもフィルム原版の欠落箇所は、ビデオ素材のアップコンバートなどで対応している。2016年には、ロール一部分の約23分のネガフィルムが新たに発見された。これにより合計約 2.7km 全10巻のネガが完全に揃ったことから、全編 4K スキャンレストアが実施された。この修復作業は、約10人の担当者が約3ヶ月を要して傷や汚れを消す一方、特撮仕掛けのピアノ線など当時の技術は意図的にそのまま残し、音もうっすらノイズを残すことで空気感を守ったという。こうして完成した 4K 版は本作に携わった当時のスタッフの一人である中野明喜びにまるで最初の試写を見ているようだと称賛された後、同年7月14日にはスカパー 4K 総合で 4K デジタルリマスター版が日本映画専門チャンネルで 2K ダウンコンバート版がそれぞれ放送され、同日には東宝シネマズ新宿でイベント上映も行われた。海外版では伊福部昭の音楽はほとんど別の曲に、また劇中でゴジラに立ち向かおうとする藤田を警官が必死に制止するシーンや、文子が藤田の胸で、バカバカ、と叫んで泣き崩れるシーンなどもカットされている。浜美恵と若林英子は、この海外版の上映でアメリカ側に注目され、5年後に007は二度死ぬで出演依頼を受けている。ゴジラについては、ゴジラの逆襲以降を、大ダコについては、大ダコ、キングコング対ゴジラに登場する大ダコを、参照南太平洋メラネシアのソロモン諸島の一つ、ファロ島にて原住民から巨大なる魔人と恐れられている存在。身長50メートルのゴジラに合わせた体格となっている。電気には強い体質で100万ボルトの電流を受けたことにより、帯電体質になり、雷に誘発される電気エネルギーを手から発して、ゴジラを苦しめる。行動感を正拳突きで壊すシーンがある。最終的には、ゴジラともども海に落下し、そのままファロ島へ帰っていく。造形頭部造形は、利光定蔵。胴体は、八木寛寿、八木光栄による。体毛は希少で高価な薬の毛を取り寄せ、買い込め映座が、茶色に手染めして植え込んでいる。アップ用とアクション用の2種類の頭部が作られ、眼下には、演技者の目をそのまま使うものと、透明素材で覆ったものとある。2尺ほどのミニチュア人形、棒操り形式のアップ用の上半身ミニチュアも作られた。アップ用のコングの上半身はマペットタイプで用意され、細かい表情はこれで表現されたほか、小型の人形も作られ、人形アニメでの撮影も1カットほど試みられている。長い腕を表現するため、マジックハンド形式で腕を継ぎ足す方法が採用されたが、その影響で腕関節が2箇所あるような不自然さが残っている。アーコは、コングのキャラクターについて、顔は原点と違うものにしてほしいなど細かい注文をつけた。造形技師の利光定蔵によるコングの顔立ちは、この要求に沿って、原点のコングと大きくかけ離れたニホンザル風にアレンジされている。また、ぬいぐるみの容姿も、ゴリラ型モンスターというよりは少女を思わせる和風のテイストとなっており、本国のコングファンの不況を招いている。胴体は後に尻尾をつけ、頭をすげ替えて、ウルトラ級の大猿五郎に改造され、さらに、キングコングの逆襲でプール撮影用のコングの胴体に使用されている。演技者は、広瀬章一。中島春夫によると、広瀬は、キングコングを演じるに際して、殺入前に、つぶらやから、猿らしい動きを、と、かなり厳しい演技指導を受けている。コングは、劇中で横になっている場面が多いが、寝た姿勢でいる間に、暑さで、ぬいぐるみの内側に、汗が溜まり、広瀬は、中で半身を汗に浸からせた状態になっていたそうで、ある。中島も広瀬も、武道の心得があり、コングがゴジラを一本背負いするシーンやコングがトンボを、切って一回転するシーンなど、立ち回りはすべて両人が打ち合わせて行い、つぶらやは黙って任せてくれたという、ファロ島のジャングルに生息するトカゲ、全長1メートルで、ピーピーと鳴く、シーホーク号国連所属の原子力潜水艦、艦番号は806、水温が上昇した北極の調査に向かうが、光る氷山の中から現れたゴジラによって沈められる。外観は、ジョージ・ワシントン級原子力潜水艦に類似している。無反動砲搭載ジープ詳細は、モスラ架空を、参照自衛隊、編集 M4 中戦車陸上自衛隊所属車両が登場。フミコを掴んだまま国会議事堂に登ったキングコングを包囲する。また、ゴジラが襲う某国の軍事基地に配備されていた戦車としても登場しているが、この車体には赤い星が描かれている。2トン半トラック3、4トントラック陸上自衛隊、所属車両が登場。各地へ自衛官たちを輸送する。1、4トントラック陸上自衛隊所属車両が複数登場。また、藤田がゴジラから逃げ惑う。人々の波から一人は、ぐれてしまったフミコを救うため、これに乗って駆けつける。H-19A 多用途ヘリコプター、陸上自衛隊所属機器が登場。作中の随所にて、ゴジラやキングコングの同行、kV-107-2-4 中型、輸送ヘリコプター陸上自衛隊所属機が登場。キングコングを特殊繊維製のワイヤーで吊り下げ、ゴジラの元へ空輸する。また、アメリカ海軍所属機も登場しており、消息を絶ったシーホーク号を捜索中、氷山の中から出現したゴジラを発見する。M1 カービン自衛官たちが携行している14年式拳銃自衛隊の幹部が装備。ただし、映っているのは握りの部分のみである。民間、編集プリムスフューリーパシフィック製薬の社用車。桜井たちはこれに乗り、キングコングとゴジラの最初の対決の場である中禅寺湖に向かった。シボレーインパラ10、沢博士の車。映画クレジット順位以下海外版出演者1962年版1970年版1977年版ありがとうございます。